闇、闇、マジで闇。こんばんは、闇の探求者ライムです。はい、今回ね、ミザンさんご存知の通り、シオンイラストバージョン EX が、はい、リバース超強力バフシオンが再登場と書かれてますけどね、闇がまた再びですよ、やってきたということで、あのね、昨日からね、散々僕のね、ツイッターフォローしてくれてる方をね、わかると思うんですけど、タイムラインに散々闇を散布してきたと思うんですけど、昨日から今日にかけて、はい。で、そうですね、僕のフォロワーさんは一体ね、ライムがね、明日というか、次の動画で一体何をするのかという、ガチャは回すのかというところまでね、動向が気になってる方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、とりあえずこのガチャの内容を見てからですね、はい、その辺に行ってみたいと思うんですけど、はい、とりあえず今回が、19日からですね、今日の月曜日から、来週の月曜日までという感じで1週間ありますね。で、内容が値下がりドローになってます。で、マジックミラーも付属してくると。でね、今回、シオン X はともかくとして、復刻メダルで、初めて復刻したメダルが2枚も入ってんだよね。もうこれはもう、このガチャ引かせようっていう気が満々なんですけど、で、結構ね、復刻メダル全部見てもね、全部、悪くないかなっていう感じのメダルが揃っているので、一番右のシオン HD から始まってですね、ソラ 0.2、それからアクア、イラストバージョンときて、で、ネクイラストバージョン。で、ここからですね、左2枠が新たな新規復刻メダルとして、リクデイズと、あと、レオン。あれ、音が曲が、選んだ曲がちょっと静かすぎて。シオンの曲なんですけど、ちょっと静かすぎたな。ピアノバージョンだもんな、これ。はい、リクデイズと、あと、ちょっと待ってクレヨンこと、レオン HD だっけ？だよね、レオン HD だよね。そう、KH2HD バージョンが新規、復刻枠として出ているといった感じで、復刻枠だけ見ると、まあ悪くないかな。悪くはないと思うし、で、新規の方とかね、仮に始めて、最近始めた方とかにしてみると、かなりいいガチャであるのは間違いないかな、と思う。うん。あと、覚醒目的でガチャ回したいっていう人ももちろんいるだろうし、ってところですかね。うん。ただ一つ言えるのは、リクデイズがね、覚醒つけれるようになったら強いよっていう話をね、結構前々からしてたとは思うんですけど、今ね、リク EX が出ちゃったからね、イラストね、イラスト EX 出ちゃったから、あれがね、光デバフがまあ強いので、前ちらっとちょっとした検証動画アップしたと思うんですけど、あれ見てもらえば分かる通りですね、はい、ちょっとやそっとじゃちょっと光デバフは靴の、火力には覆らないんじゃないかなっていうところもあってですね、そう、リクに覚醒つけても、そのリク1枚だけの火力しか変わらないところを考えるとね、総合火力で考えるとやっぱり、光デバフ3枠目に置いた方が多分強いんじゃないかなっていう気がしちゃうので、まあなんとも言えないけど、ってところですかね。があるので、ちょっとリクデイズは霞むかなという気がする。まあ、レオンについてはね、これが、デッキの6枠目、スピリット枠に置くと、技の威力がアップするメダルなので、まあ、こっちに関しては、リクEXとかも噛み合うし、で、多分月末か、金曜かな。金曜か月末か分かんないけど、多分出るである EX メダルが、多分スピードだと思うんだよね。スピードだと思うんだけど、それが、フェアリストだったら5枠目に入ってくるので、レオン HD の、前か、直前に置くメダルなので、レオン HD は使えると。いったところですかね。
ネクイラストについては、まあ、覚醒が良ければ、あそこで使えるからね。フェアリスタの5枠目だったりとか、フィニッシャーとして、まあ、使えるんじゃないかなっていうメダルなので、アクアイラストについても、まあ、アクアイラストについてもね、レイドとかついてくれれば結構、火力高いので。で、そうだね、最近の高難度でも単体メダルとか、ランダム攻撃メダルがね、結構活躍してるところはあるんで、まあ、覚醒さえつけば、アクアも、十分戦っていける性能かなと思ってます。他2枚についてもそうですね、覚醒がつけば高難易度でも使えるようなメダルには一応なってるんで。でところで復刻枠は全然悪くないんだけど、でですよ、で目玉がこのシオンイラスト EX になってくるわけなんですけど、どうこれ結局ね、今回言いますけど、散々昨日から前振りしててようやく言うんですけど、今回僕ねこのシオンイラスト EX を回すかどうかっていうのは結局回さないんですよ回さないんですよ、そう回さないんですよね、回さないんですっていう理由は大きく4つあって、僕がシオンイラスト EX を出るまで回さない理由っていうのは4つある。まず一つ目が、トラウマがある。皆さん、もう大体ご存知かと、この動画見てる人は大体ご存知かと思うんですけど、ね、初出、シオンイラストがね、初出の時にね、トラウマを植え付けられましたね。あれはもう動画であるので、前編後編、それから最後のね、覚醒チャレンジの方まで3つありますけど、はい。あちらをね、トラウマが何だかよく分かんないって人はそちらを見てもらえばね、一目瞭然だと思うので、はい、そちらをって感じなんですけど、とりあえずね、このライムにはトラウマがあるっていうね、このジョジョ風にちょっと言ってみたんですけど、そう、トラウマがあるんだよね。なので、ちょっと、怖い。だって闇だもん、これ、マジで。マジで闇だよ、これ。闇でしかない。ということで、そのトラウマがあるというのがね、一番の、第一の理由で、で、二つ目の理由が、性能だね。性能。このね、シオンについては、正直、客観的にだよ。このキャラが、シオンが、どうこうっていう話じゃなくて、客観的に見ると、シオンがいなくて困ったことがないっていうね、今まで一度も困ったことない、ここでシオン欲しいなって思ったことが、場面が一度たりともないので、正直ね、これシオン取ったところで使わないと思うんだよね、このまんま。っていうのもね、カイリー X と今光デバフが出たで、正直本当にね、取ったところで、多分、アップライトの介護感になっちゃうし、使い方といったら。リバースブーストとか来ててもね、結局カイリー X で良かったし、っていうところもあるし。で、シオン X これから使う場面ってどこかって考えたら、多分ね、あれだよね、クリティカルクエスト。クリティカルイベントの、アップライトが吸収される。前回が、リバース吸収でしたけど、次出るとしてアップライト吸収出てくると思うんですけど、そこで欲しい、ようやく欲しいかなって思う程度なんですけど、多分なくてもクリアできるんだよね。前回やった感じだと。多分ね、帰りを前に置いてですね、で、結局、他にもね、シオン以外にも、闇バフって使えるメダルあるんで、ただそっちのメダルで闇バフを用意すればいいだけっていう話なので、シオンにこだわる必要は正直ね、カイリー X 持ってたらね、ないかなっていう感じはする。まあ、どっちも持ってない人だったら、手に入れに行くべきでしょうけど、片方持ってたら別に片方はっていう印象があるので、はい。なので、二つ目、客観的に考えて性能が弱い。弱くはないけど、必要がない。今の僕にとって。で、ところが二つ目の理由。で、三つ目が、前回の動画でも最後にお話ししたんですけど、金曜日から FFRK コラボが始まるのは、まあ知ってると思うんですよ、皆さん。知ってると思うんですよ。結構2週間ぐらい前に告知があったんで、知ってるとは思うんですけど、
で、前回の動画の最後でね、メダルの枠が図鑑にいっぱい空いてるというお話をしました。あのメダルが枠が空いてるってことは、これからそのメダル分の枠分のメダルが実装されるということなんですよ、イコールで。2週間に1回くらいのペースかな、今の、ユニクロは更新ペースが。なので、先週更新された分なので、要するに今週分なんですよ、その6枠が埋まるな、大抵そうなので、大抵埋まるのがそうなので、でそうくると、その6枠がまあ少なくとも限定メダル、 EX じゃないにしろ限定メダルとか入ってくると思うんで、それを考えると、で僕前提条件として FF のファンというところを考える、 FF のファンだし、 FFRK のガチ勢なので、はい、ガチ勢でやってるところがあるので、正直ね、そっちの方がね、魅力があるというところです。で、そうそうそう。で、それが3つ目ね。で、4つ目の理由として、僕ね、そのコラボの翌日の日に、たまたまね、自分のライブのパーティーのオフ会があるんですよ。オフ会があるので、でオフ会もね、ただのオフ会っていうか、自分で考えた、僕が考案したゲーム、王様ゲーム、ユニクロバージョン EX っていう名前をつけたゲームがあるんですけど、それを持参してちょっとやりたいので、でそのゲームの内容っていうのがね、その王様ゲームって言うんですけど、王様ゲームって基本王様が、誰か、指名して王様を決めてから、その王様が、好きなことを命じるみたいなゲームだと思うんですけど、僕が考案したのはそういうね、ちょっと、怖いじゃないですか、逆に。なんていうの、どこまでのことを言っていいものかとかっていうところがあるので、でね、相手は合コンとかじゃなくて普通のパテメンなので、我が愛すべきパテメンなので、王様になる方も、指名される方もね、命令される方もね、そのなんていうのかな、後に残さないようにしないとと思って考えました。で、僕がね、結構クリーンな、とてもクリーンな、ホワイトの結果を考えた結果ね、あれになったんですよ。アクションカードっていうものを作りました。あらかじめ僕がね、命令を王様が命じる、命令の内容を書いたカードというものを用意して、で王様がそれをね、くじっていうかみたいな方式で引くとっていう感じにしました。これならで、王様のメリットが何なのかっていうと、そのね、対象にならないっていうメリットが一番大きいんじゃないかなってところ。別にこの場合だと王様いるかいらないかで言ったら、正直いらないところはあるんだけど、一応王様ゲームっていう形式上、王様必要かなと思って、でその内容もね、ガチャの30連までにしましたよ。言ってもユニクロを使ってやるゲームなんですけど、言ってもさすがにね、出るまで回すって一瞬考えたけど、さすがにそれ鬼畜すぎだなと思って、僕がね、もう先ほど言った通りトラウマがあるんで、そういうのは出るまで回すはさすがに鬼畜すぎだなと思って、30連言っても30連かと思って、30連、20連、10連、それからね、あとディズニークイズだね、ディズニークイズに答えられなかったら10連とかみたいな、ライト、みんなキャッキャできるような内容にしましたけど、ミッキーのモノマネとかね、ミッキーのモノマネしたくなかったら20連みたいなような内容にしましたよ。これなら盛り上がれると思うんだよね、みんな酒も入ってるしっていうゲームがあるので、ちょっとね、それね、結局終わり考えてないんですよ、それ終わり考えてないんで、とりあえず何かしら限定出たら1回戦終わりかなぐらいに思ってるんですけど、怖いよね、お酒の力って怖いじゃないですか。
お酒の力とガチャがガチャだよ。怖くない？ってところで、それがあるので、まあ、使えないっていう、ジュエルが使えないっていう、単純なお話なんですけど、ね、その4つだね。4つも理由があるので、あえてここで、まあ、あえて回す必要もないねというところですね。今お話しした通り。はい。ってところで、性能的にはね、シオン X は、まあ、カイリー X 持ってなかったら強いとは思いますけど。で、あとね、そうだ、最後に重要なこと言いますけど、これね、実は、確率がね、普通のというか、初出の時よりも確率が下がってるんですよね。これがね、見てもらえば分かる通り、0.44%、ステボと含む合わせて 0.44% しかないので、低いね。最初出た時が、EX メダルの確率の3倍という風になってて、あれが 0.66% だったんだよね。なので今回はね、2倍にしかなってないと。元が 0.22% なので、まあ要するに確率が2倍にしかなってないと。0.44% ってところなので、前回よりもさらに確率が低くなってる。はい。なので単純に考えても、前回の、3分の2か。前回の3分の2の確率になってると考えると、30% 増しだから、僕がね、前回同様にガチャを引いたら、1200連ぐらいか。1200連ぐらい してもう出ないみたいな、地獄のような確率なので、まあ引かないわっていう。まあ引かないわっていう。です。ね。これはね、結構見えすぎた罠だと思うんですよ。始めた方とかね、初めから覚醒目当てで引くっていう人なら別に全然構わないと思うんですけど、これ、シオン EX 目当てで引くのはちょっとね、ちょっと、っていう感じがしちゃうの。どうしてもしちゃうね。0.44% だぜっていうところがあるので、はい、これ皆さん覚えてる。これは本当に自己責任ですけど、まあ FF に興味なかったらね、全然回してもいいと思うんですよ、けどね。はい。FF なんか興味ねえよっていう。僕は、キングダムハーツが好きなんだっていうんだったら別に全然構わないと思うんですけど。はい。といった理由ですかね。うん。そうそうそう。で、それとね、まあ5番目の理由があるとしたら、まあ5番目の理由もあるな。正直。FFRK コラボが来て、で、FFRK のガチ勢の僕としては、向こうのゲームでも、空と陸の、装備が入ってるガチャが実装されるんですけど、そっちでも回さないといけないっていうところがあって。そうなんですよ。両方の、動画をアップしてる身としてはね、向こうのガチャも引いて、空と陸を当てて、で、その空と陸の装備を使った動画もアップしたいなと思って、なので、ちょっと今回はね、はい、様々な理由で、まあ、拒否ですよ。シオンさんは。シオンさんは拒否ですよ。もうね、いいんですよ。僕にはカエリーとアクアがいるから、もういいんですよ。カエリーとアクアで十分。はい。シオンはね、復刻枠の確定枠に入ったらとか、収穫金メダル出た時にゲットすれば別にいいので、もう大丈夫。大丈夫です。リバースもなんとかします。この間のハイスコアの、スカーとかでね、スカーとか、ロクサス二刀流 EX とかでなんとかするんで大丈夫です。っていうところで、もう僕に闇はないです。正直。正直ね、闇ない。もういいよっていう感じなので、昨日も相変わらず心配してくれる方とか、まあ、煽ってくる人とか、まあ、いろんな人いましたけど、正直、別にそんなにね、もう、病んでもないっていうか、病んでもないっていうのはおかしいけど、大丈夫ですよ。シオンはね、もうそこそこもうどうでもいいメダルになったかなっていう感があるので、個人的には。正直。はい。そろそろね、まあ新たな、バフメダルもおそらく出るでしょうし、
デバフメダルかな。うん。まあ、闇リバースの、闇デバフが出てからね、またちょっと状況が変わるかもしれませんけど、その時にはね、帰りみたいに収穫金で出てくるかもしれないし、はい、その時はその時ということで、現状では僕は特に求めてません。というところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。このね、初めに入った時のテンションと、この終わり際のテンションね。でもこの終わり際のテンションが今の僕のね、ニュートラルのテンションなので、最初はね、わざとテンション低めに入った。あえて。っていうところなので、あれはね、ちょっと演技です。演技。この微妙な演技が伝わってるから謎すぎんだけど、謎すぎるけど、とりあえず、全然大丈夫なので、僕は。はい。それでは、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。